油断大敵ですよ。シド君、マグロナルドに行ったのですか？うん。私とアレクシアさんと、そしてなんと夏目先生で。ひどい組み合わせに聞こえるけど。ただ、アレクシアさんと夏目先生が少しギクシャクしているのですよね。少しでも世界がいい方向に向かうように、3人で協力したいんです。そこで、婚約者のドエム・ケツハット殿を紹介される予定です。おめでとうは言わないでおくよ。珍しいよね。オリアナ王国って魔剣士の地位はあまり高くないって聞くのに。でも私は忘れられなかった。あの日見た美しいもの。私は自分の理想を捨てられなかった。それは今も変わりません。何があっても私のことを信じてくれますか？いいよ少し肩の力を抜いた方がいい。